1マイナス x 分の1という関数は4回合成すると元の関数に戻ります。2マイナス 2x 分の1は5回合成で、3マイナス 3x 分の1は7回合成で元に戻ります。ここから累推すると、4マイナス 4x 分の1も複数回合成することで元に戻ることが期待されますが、そのようなことは起こりません。今、ある自然数 n に対して、n 回合成で元に戻る関数を合成周期性を持つ関数と呼ぶことにし。 n をその周期とと呼ぶことにしますちなみにこの記号によって F の n 回合成を表すことにします。a ス a x 分の1という形の関数は A がどんな値のときに合成周期性を持つでしょうか例えば A イコール2プラスルート2のときも合成周期性を持ちその周期は9です。実は一般に任意の自然数 n に対して次のような形の関数は周期 n の合成周期性を持ちます。なぜこのようなことが成り立つのか説明してみます。 実は、このような形の一時分数関数は、行列と同じように扱えるのです。まず2つの一時分数関数、F、G を用意し、これらを合成した関数を考えます。すると合成後も一時分数関数となります。次に、F と G の係数を要素に持つ2つの行列を考えます。これらの行列の積はこのようになります。ここで、F と G の合成として得られた関数の係数と、 掛け算にによっってて得られたた行列の要素たちを比べると全く同じになっていますつまり一次分数関数とその合成は行列とその積に置き換えて考えても良いことになります。行列に置き換われば線形代数の理論を用いた解析が可能となります。さて一次分数関数の n 回合成を考えることは行列の n 回の積つまり n 乗を考えることに等しくなります。先ほどの a a x 分の1も一次分数関数であり。 行列に置き換えるとこうなります一時分数関数関は分母と分子に同じ数をかけても同じ関数を表すのでそれに対応する行列も定数倍の自由度がありますこの行列を H とします N 回合成して元に戻るような関数を得たいのならこのような方程式を満たす行列を見つければよいことになりますこれは固有値の議論によって実行することができます N 乗すると元に戻る性質を持つ非自明で簡単な行列の例として このような対角行列が考えられます。さらにこれと強約な行列はすべて同じ性質を満たします。つまり、固有値がこれらの複素数となるような行列。さらに言い換えると、このような固有方程式を持つ行列はすべて同じ性質を持ちます。H の固有方程式を計算すると、このような形になります。これが先ほどの固有方程式と同じものになれば、H は N 乗で元に戻ります。この条件式を解くと、A の値がこのように求まります。 よって求める行列はこのような形になり、対応する一次分数関数はこうなります。これで周期 N の合成周期関数が具体的に得られました。同様に固有値の議論から、次のような関数たちも合成周期性を持つことがわかります。さて、このような簡単な関数に、こんな原理が隠れているとは驚きですね。数学には常に新しい発見が潜んでいます。ご視聴ありがとうございました。